今回、このような大会に出場させていただいて東京大会という切符を手に入れることができたので私のスピーチを通して今の福島の農業農家さんの思いを知っていただき私たちが開発した6次化産品を通してたくさんの消費者の方々や農家さんに笑顔を届けられるようなスピーチをしたいと思います。